土用の期間にやってはいけないことをやってしまう時の対処法。以前私の動画で土用の期間にやってはいけないことという内容のものをアップしたのですが、この土用の期間、どうしても何かしなければいけない時はマビと呼ばれる救済期間を使ってくださいということをお伝えしたのですが、マビ以外の日にどうしても出かけなければいけない、すでに開店の日にちが決まってしまっている、どうしても出かけなければいけない、旅行に行かなければいけない、どうしたらいいですかという質問を受けたので対処法をお伝えいたします。この期間は土空神様という土の神様がこの土用の期間の18日間だけ地上に降り立ちます。そのため土を動かすような行為をすると土空神様の怒りを買うため避けた方がいいと言われております。そしてマビというのは土空神様が天界に出かける日と言われておりますので、その期間は土空神が地上にいないというところから救済期間として使える日になっています。そしてこのマビ以外にどうしても何かをしなければいけないという時は塩で対処をしていきます。例えば家の引っ越しや開店などをする時はその店舗や家の四隅に塩をまいてください。旅行やお出かけをする方は目的地に着いたら自分自身と自分の足元に塩をまいて清めるようにしてください。この時使うお塩は食塩ではなく神社で譲っていただけるお塩やスーパーなどで売っている天然塩などをご使用くださいね。そして小さい声、心の中でもいいので土空神様に今回どうしてもこのようなことをしなければいけなくなりましたのでお許しくださいと土空神様にお詫びの挨拶をするようにしてみてくださいね。何か悪いことが起こるのではないか、たたりに遭うのではないかと心配される方もいるのですが、そのようなことはございません。土用の期間というのは心身ともに次の季節に移るためのメンテナンス期間になっておりますので、体調面でもメンタル面でも弱っている時なんですね。そのため土を動かすような行為をしたり何か新しいことを始めるというのは心身ともに負担がかかるので避けた方がいいと言われております。そのため自分自身の体調を万全にしたりなどもすることをお勧めいたします。そしてこの土用の期間を次の季節へ向けて飛躍するためのチャンスの期間だと思ってぜひお過ごしくださいね。土用の期間を最大限に自分のために生かして運気上げ上げでいきましょう。